はるまいさん、こんにちは、ゆずひこです。それでは今回なんですけども、サムネとタイトルの通りですね、半額キャンペーンでお得、松屋で折り紙ペイを使ってみたということで、今回は、前回紹介した動画から、実際に僕が松屋に行って折り紙ペイを使ってみたので、そちらの実写の動画からまずはどうぞ。ということで、今回僕が注文したのは、ネギたっぷり旨辛牛めしの大盛りを注文しました。で、その時にこちらの QR コード決済というのを押して、ここであとはスマートフォンをかざすだけということになりますね。で、それで早速着きました。松屋はこの無料でお味噌汁がついてくるところはやっぱ嬉しいですよね。かなりボリューミーな感じで。で、この温泉卵を割って、ご飯とお肉と絡めて、それでは早速いただきますっていう感じですね。たまらん。はい、ということで実写の動画は以上となっております。で、レシートはざっとこんな感じになってます。これはもうスマートフォンで確認ができるんですけども、割引がまず2つあることに気づくと思います。まず現在の190円引きのキャンペーンがあるのと、あとはこちらの銀行口座から直接引き落としの場合はこちらの 1% オフの割引も適用されるので、さらにお得でしたね。ということで、今回のキャンペーンというのは毎回190円オフになるので本当にお得なんですよね。で、これが5月の14日まで開催されているので、まだ松屋に行ったことがないという方であったりとか、もしくは松屋をもう本当によく利用されている方はもうぜひですね、折り紙ペイ使ってみるのもいいのではないのかなと思います。で、もし折り紙ペイの使い方がわからない場合に関しては、僕の動画でも紹介はしているので、下にリンクを貼っていくので、ぜひ確認をお願いいたします。はい、ということで今回の動画はいかがだったでしょうか。今回は松屋で折り紙ペイを使ってみたということですので、このチャンネルがいいなと思ったらチャンネル登録、グッドボタン、あとはツイッターのフォローなどしていただくと嬉しいです。また気になることがあればコメントなどいただけると嬉しいです。ということで、本日はご視聴どうもありがとうございました。